米別市で大学生が暴行を受け死亡した事件容疑者4人が逮捕されるという急展開を迎えましたこの時間も森さんに詳しい情報を伝えてもらいますはい、改めて関係性を整理しますえまずは被害者の長谷智也さんと八木原天容疑者は交際関係にあったとみられています 容疑者4人は友人関係でしたが、八木原容疑者以外の3人と長谷さんの関係については分かっていません。長谷さんが倒れている状態で発見されたのは26日の朝です。八木原容疑者はその日の夕方、自ら警察に通報し、知っている人かもしれないと話したということです。さらに、その2日後の昨日、川村羽生人容疑者ら3人が、 そろって札幌市内の,の警察署に出頭し事件に関わっていると話したことから4人の逮捕に至りました。 うん、まだまだ事件の全容解明には至っていませんが、菅野さん、少しずついろんな角度から明らかになってきています、ね、あの被害者の長谷さん、そのお友達の、ね、インタビュー見てても、本当に普通の大学生なんだろうなって感じがするから、はいはい、なおさらこう、なんでこんなことにっていうのが、ね、ありますけど、うん、さらになんか共犯者がいるかもっていうことですかそうなんです、4人の供述などから、警察は他にも共犯者がいると見て、調べを進めているということです。 そして、長谷さんが暴行され、倒れた状態で発見された江別市の公園には暖気アナウンサーがいます。ダンキさん、現場はどのような状況でしょうか？はい、江別市の現場となった江別市の文京大南町公園です。え、3時台の中継の際には明るく人通りもあった。この場所なんですけれども、はい、現在は暗くなり、人通りもほとんどない状況となっています。 ここから歩いて15分ほどの JR 大浅駅から長谷さんはやってきて、交際相手と見られる八木原さんと会ったとみられています。暴行の現場となったのが、私の後ろにあるこの公園の中の遊歩道なんですけれども、ご覧の通りかなり暗くなっていて、何かが落ちていたり、人が倒れたりしていても気がつくのは難しいとい状況です。どれくらい暗いかと言いますと、私が今立っているこの場所も、今つけている照明を消すと、 この通り真っ暗なんです。足元を何かで照らさないと怖くて歩くのが難しい、それぐらい暗い状況です。これぐらい暗い環境の中で長谷さんは八木原さんのと友人関係にあった4人の容疑者らに殴られたり蹴られたりして、あちらの遊歩道でですね、仰向けで倒れているのが見つかったということなんです。うん、檀木さん、その公園周辺に住む住民の方と何か話はできましたか。 はい、近所に住む方にお話を伺いましたえ普段この辺りは閑静な住宅街だということでこのような大きな事件が起きて非常にびっくりしたと話していましたまた小学生、中学生のお子さんがいらっしゃるそうなんですが登下校の際には事件の翌日から PTA などがパトロールをしていたそうで、えー、そのような状況になって非常にびっくりしていると言っていました。 4人の他にもです、ね、警察は事件に関わった人がいると見て、まあ、この後も捜査を続けていく方針です。